<laughs> あれ、ストリーミングを開始できない。え、なんで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 。どうだどうだグだったグだった。あ開始今開始あいい今開始 <laughs> あ。始まった始まった。グだったね。あ本当だ始まった始まった。始まったはい <laughs> はい皆さんどうも赤紙クラフトの皆さんです。はい。はい お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はーバステンさん、ソーラさん、アチャンミさん、ヨッピーさん、ともさんの5人でやっていきます。多分人が後々増えていきます。はい。さ、えっと、はい、今日は、えー、バステンさんじゃないやごめん、ワトさんとアイクさんの誕生日がありました先日。はい。で誕生日を迎えたメンバーの皆さんにはえっとお家をプレゼントするっていうことで今まで、えー、何名かの 方に誕生日プレゼントでお家をプレゼントしましたソーラさんヨッピーさんあたりからかなうん、うん、でえっ、ー、とアイクさんとアトさんのがまだ渡してないんで今日はそれを作ろうかなという回でございますなので冒険はないですたぶんはいはい、ーいこんな感じでいっていきたいと思いますほいじゃあよしじっていこうはいでははい、はい、こんばんはあはいはいスパチャ早速ありがとうございますあすごいはいすごい 水どうでしょうマイクラで検索したらここにたどり着いたって言ってる人がいる。んでんでんでどういうことクラシックだからかクラシックだからだ。今だって本家の方々がマイクラ始めてるところに悪いよねそれはね。えそうなんですかやられてますね。え。まあいいでしょう。やっていきましょう。ここにねお家を作るっていうことです。はい。OK です。

はちみつあ持ってんのあ持ってんだ持っててるっすじゃみんなで壊す自ち祭から始まります。じゃあはい。じゃあかんぬしはそらさんでお願いします。え、かんぬしさんってなんていうのかななんかわかんないけど、かしこみかしこみっていうよね。かしこみかしこみ。あとさんと。 あんこさんの家を。てさせたまへ。あき。ぽい、ぽい。ない、それぽい。いいよ。いいよ、非常に、それっぽいのができてるよ。せーので。はい。せーの。おかオッケー、まあ、そうなるよね。まあ、そうなるわな。じゃ、よぴさんがだって、エンチャント。エンチャントだからな、全方向から入ったら、そうなるよ。はい。はい、自沈船が終わりました。ここから水。お、やめろ、それ、本当に。かわいそうに。 おい、鮭が鮭に何の恨みがあるの何シャケ、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 シャ一応、ここにきあ、池のあるさ、お家にしようよ。ワトさん、魚釣り好きだから。おしゃれやん。じゃあ、家の周りでいいんじゃない家の周りに皇居みたいな感じに。あ、池があるもんだあ、窓からこれを生かす。これを生かす窓からこうできるようになるほどね、釣りバカにしてきな。うん。 いいかもじゃあここは生かす方向でここ生かす方向にしましょうここ生かす方向っていう意志ね生かす方向っていう意思ですそういう固い固い意志を持ってやっていきたいと思いますそういう意志そういうことかはいはいはいあとは冷たい非常に冷たいマトさんが大好きなアイクさんはすぐ隣に そうだねあのなんか二世帯がいいって、うん、昨日からソーラさんが張り切っております二世帯住宅はい二世帯住宅です <laughs> こんばんははいコメント読めておりますこんばんは二世帯住宅を建てたいと思います終わ<い>でそうだバス店さんはバス店さんの視点がありますこれバス店さんの支店俺映ってんの今 写ってます<い>めちゃくちゃ映ってますいい <laughs> バーステンさんはバーステンさんの視点でライブ配信が楽しめますすいません赤髪のトモさんをスキンを見たい方はぜひこちら <laughs> あそういうことねなるほどね、はい、あなるほど、ねはい、そういうこともあります、えー、はい鳥ちゃんがツイッチをしてるって してないしてないしてない。まどされちゃうからしてないしてない。ない <laughs> えでチャミンがユーストリームでしょ。ユースーム。でチャミンがユーストリームだから。<laughs> うん、<laughs> <laughs> やったことないわ。<laughs> やったことあるっていうか今もうないから。<laughs> 使い使いやすかったけどねユーストリーム。うん、はい。なくなっちゃいましたからね<う>なくなっちゃった。はい。あと玄関を仕切ってソラさん看の氏。玄関はやっぱりこのこの。 皆さんの村にの村に面した感じじゃあここら辺が玄関でも坂すぐってあれだからこ,こういう感じで玄関な感じちょっと広すぎない、うん、ど確かにもうちょっとななそっか <laughs> こからそうだねそらさんにあのすごいちっちゃいリンゴあげといて2人にはこれっていうのはさすがに申し訳ないもんでもさ2世帯住宅ならさ2世帯住宅ってよくほら 玄関二つで中つながってるみたいなあるじゃんうんああありますねマトさん玄関でこっちがアイクさん玄関はい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 うんなにもう一回どっちがどっちこっちがアイクさん玄関でこっちがマトさん玄関そっちがアイさんああ、そういうことねうん2世帯っぽくなってきたよもうもうほらだってここがアイクさん玄関だから雨？うん じゃあリビング的なのをこう一緒にしちゃったらいい,んじゃい、うん、リビングもう玄関から一緒に離れる意味がよくわかんないけど <laughs> そういう感じでいくか。<laughs> うん。いいね。一応玄関別だけどこの部屋は一緒ね。うん、でこの辺にほら寝室。はいはいはい。アイクさん寝室。アイクさん寝室がそっち。あと3寝室。なるほどね。 ここら辺で分ければいいのかネズリができるってことネズリができるね。ここら辺から分け釣りいる。ちょっと裏山にモンスターが。ちょっと湧くんだこれやっぱり。あのこの山頂部にモンスターが。そうなんだ。あれいてっよちょっと湧き潰ししてきますかお願いします。戦いに行くわ。 こんばんは。こんばんは。今はアイクさんとワトさんの誕生日プレゼントを作っています。作ってますよー。作っています。あー、本当だ、ちょっと裏山が暗い。うん。増え、増えてくるってか、降りてきちゃうから。うん、暗いね。俺、もう出ないんだよね。よ松明あります。いたそろそろあ、ありますよー。お父さん。一スタック投げます。はい、ありがとう。もらいます。うわ,ーさーうわ、スケさん、撃ってきてるよ、ソーラさん。スケさん、連れてきちゃったー。倒して。 よっ。倒すための剣、あった。ゾンビピンクマンがいい。ゾンビピンクマンピクマンゾンビピンクマンがゲート抜けてきてました。ただ、ソーラさんがゾンビ化しただけだろ、それ。ソーラさんのなれの果てか。なれじゃ、あここにいるソーラさんはここにいるソーラさんはわかんない。何者なら。なれでも果てでもない。ソーラさん。なるほど。 しょあれみんなどこ行ったの裏山で湧きつぶしして<ん>何やってんのバードは <laughs> フラフラしてた <laughs> おい始まってるぞフラ,フラ,ライブ配信は何フラフラしてたってまるで意味がわかんないソーラさんのなりの果てと遊んでたんだろう <laughs> ゾンビピンクマンと <laughs> <laughs> 怒られぞ <laughs> 大丈夫、まだ怒んない、いソーラーさんはこういうことに関しては。お <laughs>、うん、冗談だって分かってくれてるから。そう,そうです。ね、俺がうざがらみすると冷たくなっていく、だんだん。<laughs> <laughs> だんだん冷たくなっていく。<laughs> だんだんね、冷たくなっていく。よいしょ。よし。えっと、そしたら間取りが完成しましたね。あと,あとは次は材質ですね、家の。うん、家の材質。家の材質はえっとね。 バトさんの家がダークオーク、うん、あ、もう決まってんのオッケーアイクさんの家の方がオーク、はい、あ、なるほどね、木でちょっと色を変えていくって感じだし、うんね、そういう感じでいきましょう。オッケーオッケーダークオークダークオーク、じゃ家建てる班と、あ、いいね家建てる班とここのアプローチ作る班にしませんかここの登りやすさをあ,あーい、じゃ俺アプローチーアプローチー、じゃバステンさんもアプローチ班でお願いしていいですか はい、ですよじゃあお願いします。ここの階段を何だ、どうしたせっかくなら生かしたい。別に。いや、別に。今、んか発見した人だ。ええって。絶対なんか発見してたじゃん。曲げるこれ。あ、そうだ。こっち行くとね、組み場さん畑に引っかかってしまうから。ここからじゃあ上伸ばして足を。 それじゃあ、あの、トロッコ使わせてもらうよ、例の。1ブロックだけなら、いけれるな。ここで、ちょっと羊毛を刈りまーす。ちょうどいいかもしれない、この柵に。いろんな色の羊毛が。拠点にをかすして。こっちをかすして。じゃ、僕、こっち直すと。二の色の羊毛。ここ手直ししてきてああ、はい。すごい押される。よいしょ。狙った色を刈るプロかもしれん。<laughs> <laughs> エイムが良くなってるエイムがすごいいこれだけいて2色特定の2色だけしか今買らなかったあっ、はい、ごめん赤買ってた恥ずかしい <laughs> 借りちゃいましてここにチェスト付きトロッコに入れるスイッチオン行くおお輸送されていく <laughs> そこにたどり着いたのはたどり着いたのはどこにある特量ボックス 食料ボックス？あれ？よぴさん階段ブロックは？<つ>食料ボックスに羊毛が次々と入っている。じゃあその羊毛ははい入り口？あの入り口というか屋根にしますよ。屋根にする？OK。オッケーうん。まだアプローチ出来上がってないですね。はい今はい。ああじゃみさんいいよい非常に。 はい、バーステンさんのアプローチも今こちらで作ってますダークオーク持ってたからとりあえず、ダークとりあえず持ってたあと多分、要所要所で柱をソーラさんが変えていくと思うから変えるのかわかんないけど、よしで、俺はあ、やべ、ちょっと待って俺羊毛係ね曲げるか私羊毛を担当します一回踊り場みたいにしますあ、本当だツリーあ、やべ、みんなにツリーを作ってばれた そうかライブ配信だからっとっと撮り溜めの部分が全部バレるんだ,だもうバレたからもう全部映しとこうしっかりとそうさ投稿順序の問題がそうさあるのさいろ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 進んでるのさみんなが知らない赤髪クラフトがここに、うん、気になる方はまた動画見てねってことで <laughs> そうそうそうソーラさんこれは平屋ですかどうしようかなぁ建てらんねえなー そうね。ああ、そうでな。アーブルもなんか、そっか、判定が。そっか、そっか。もう一度あげればいいの。うん。一層が4段。四段。うわ、い。重い。ちょっと重くなってきた。なんでだろう大丈夫かな大丈夫ですか大丈夫、大丈夫。えっと、ちょっと、飯食う。俺何やるっつったっけもう忘れちゃった。撮影はいつも、いつもだよ。ガラス。 同じ幅にしたいねってあ、羊毛羊毛羊毛だ羊毛って言ったんだこれで階段作るの楽だなあ石切りここでまっすぐ行く、はいくそれなんだっけクミがガラスいっぱい持ってたんだよなっ持ってないのかな <laughs> もう羊毛だよはいコメントありがとうあとガラス作るガラス必要でしょソーラさんうんガラスいっぱしょじゃあ私はガラス班であと必要なものを言ってください あ、ここまでもまっすぐ伸ばしちゃってせっかくならずらしたし、うん、でここからこうアプローチにしてもいいんじゃない中継。何してるんですか今はね、アイクさんとワトさんの誕生日プレゼントを作っています。あの、アイクさんとワトさんの誕生日を把握していなくて<あ>イラストが送られてくることによって把握していくスタイルです。<laughs> 竹のあのあ 竹の足場。いいね、いいね。こんばんは、はい、こんばんは。ちょっと一個高かったかなはい、ガラス四十八もあればいいだろう。うん。おっ、おっ、チャンネル登録しました。チャンネル登録もありがとうございます。ありがとうございます。くなら、ここもつなげていきたい。確かに、階段作ります。うん、どうしようかなんか、ここがさ。 この段差もうん崩してどっかでこう崩しちゃえばそれからここから上がっていくようにしてってもいいかなとなるほどねこういうってるクミさんのああ持ってないですあそっかでもちょうどここが農場の入り口でこう確かに道つながってると気持ちいいかなってあの人なんかいろいろ持ってんなそうですよ 修繕つけてるよる修繕を <laughs> セキュリティーがなここ待って修繕つけてるよ、ね、川に川にだからずっと同じの装備できてんだあの人ああ<ー>なるほどなるほどね何なの夜空の剣 <laughs> 人が川使ってたののそうだこ人が使ってたんだわでもちゃんと立儀にしっかりとやってるここら辺が A 型らしいですクミさんは A 型ですから A 型のクミさんらしさが出ていますうん おなんかチラッと見る間に家ができてるし、なんかアプローチもそれっぽくできてるじゃん。一クずつ動かせればな。ね、これぶっ壊さなきゃいけないもんね。中身閉じるのがめんどくさい。なんでちゃんとしたの作ってんか、俺。何家家。ライブ配信だから、やっぱり変なのは。そう。変なのえ認めましたね、今。いやいや、あの、変なのっていうのは、不思議なのっていう意味。あの、語弊がある、今のは、言葉のあや。 あや。男のあやちゃんです。<ー>何だ、普段あるんだここ。ん何しに来たんだっけ、俺は。焼きに来たんだ。忘れますよね。結構ライブ配信とかしてると。そう、何してるか忘れるんですよね。うん、いろんなことを同時にやってるんで。むしゃ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 。これ。あと、俺、チャット見逃してたら、言ってください。ディスコード。見れてない可能性がある。了解です。完全に双子の家に住んの、そらさん。 うんとねあれあちゃみさんのその部分はなぁに出家でいやあの釣り釣り釣り部分でしょ、うん、釣りできるようにいい,、ね、いいじゃん<う>いいと思ってたんだけどガラスブロックの周りであれなんか何？フェンスとかつけれたっけガラスブロックガラス張りにしたいブロックならつくんじゃない でも釣り竿を投げるんだったら、何にもない方のがいいか。なるほど。ない方がいいか。うん。ここ広げようかな、そしたら。広げようかな。うん。ライブ始めてきました。<あ>はい、いらっしゃい。あんあん買いました。ありがとう。買ってくれて。光、ね、は。はい。一回はす、途中でぶち替えになって。 こっち側がアイクさんの2階でこっち側がワトさんの2階になるようにしよあ <laughs> 大丈夫なのそんな交差して <laughs> うん、大丈夫ちょっと待ってね待つけどどれくらい待ったらいい <laughs> 2>, 2分くらいえもう、もうちょっと待ってじゃあ12分待つここの <laughs> あの、階段ブロック作ってくしょ。OK ほ、こう,うわ、やべ、え、池が広くなった池です 何しようかなアプローチできましたよ。いいね。この下が寂しいな。できたできたできた。きたきたせっかくならね、この元のこっちのエリアとのうん、こう一体感を出そうと思って砂焼けてない、うん、嘘そ。よいしょ。よいしょ。えっ砂焼けてない。焼けてるじゃねえか。<laughs> アプローチは木の階段、えーささ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 さあんあん買えません買えません売り切れの人はねあれがいいかもしんないなんだっけ電子書籍 <laughs> あ電子版もあるんだあるアマゾンとか、えー、あの普通に電子書籍版で買うと普通にあの携帯で見れるからね 普通に雑誌を買うより安いよね多分パッケージ買うより、ね、ちょっとだけ安いですよねそうで、ね、んいやでも紙で取っときたいんじゃないですかなるほどここちょっと日本庭園っぽくしてな凝ってきちゃってだんだんそうそうそうこうなって こうなるのね。そうなんだよね。こってきちゃうんだよね。ーえー。何えーって。<laughs> えー、あ、バーステンさんが落ちた。あ埋めてくれてるのか。うん。せっかくなら中も凸凹ない方が気持ちいいかなと、ね。確かに。よしよしよし。雑誌だからいいのよと説教をされました。土が足りない。土。これじゃない。あ俺土ある。吐くよ土。 あはい。ていうかなんか水の中にいっぱい土浮いてましてよ。捨てましたああのー、その、ここを四角くするのに回収すらしなかった。おお <laughs> 拾ったそうで間に合ってた。そうそうそう。スコッピースコッピー持ってる人。いいや、自分で作ってくる。これあれか。よいしょ。だけいいよトモさんライブ初めてきた。はい、こんばんは。 こんばんはとこんにちはの境界線知りたいよね。うん、何時でしたっけ決まりありましたよね。え、本当<れ>うんあっ決まりあるのうわ、びっくりした。決まりあるのえ、11時59分まではおはようございますなのあれ、10時、10時,10時だっけあれ、違ったっけ10 10時って私聞いたような気がするけどじゃあ調べる10時から「こんにちは」じゃなかったっけ違ったっけいやわかんないわかんないこんにちは時間使い分け境目えー、おはようは、うん、おはようが書いてないなこんにちはがねうん午前11時から午後5時,時かでこんばんはが 日没から夜十一時まで。日、決っ, <laughs> って変わるの。うん、あ、そうだわ。で、おはようが朝五時から午前十一時。えー。ということは、夜の十一時以降はなんて言ったらいいんだ、えー。え、こんばんはじゃないんですか。え、でもこんばんはが日没から夜十一時まで。ああ まあそんな時間に挨拶するやつはいねえだろうっていうなるほどね <laughs> じゃあバステンさんが11時以降にライブしたらダメだよ、うん、こんばんは使ったらはもうあの現代ならででの悩みですよそうだよ11時以降にライブしたらだって「<laughs> こんばんは来ました」とかっていうのに対して気軽に「こんばんは」って言っちゃダメなのともさん僕のライブ11時以降なんで全否定やめてもらっていいですか全否定だよ <laughs> そうだよ わー一個一個正していかなきゃいけないんだバステンさんは <laughs> こんばんは来ましたって人に今はね11時過ぎたからね <laughs> こんばんはじゃないんだ <laughs> うざい <laughs> うざいメガネクイクイしなが <laughs> うざいなこれはこれはうざいな何してんのそらさんあこう斜めに互い違いになってるってことこううん斜めにこう言ってるんだこれあれですねあのいつまで経っても気持ちがこう なんだこりゃそうい添えない二人の関係を表しているわけです。そういうことをちゃしてるってい,う <laughs> いつまでも行き違って,るっている。<laughs> なるほど。ここじゃあソラさん下、そろそあした下空間にした方のが、小スペースじゃない,、ねうん、抜,いゃ抜いちゃう、抜いちゃう。抜いちゃいましょうここは。こ階段をつけるために。o k けなので、okay、空洞ブロ,ックブロックじゃなくて、空洞にして。なんか、うん、いいね。ここ使い道がありそう。チェスト置き場とか。 やっぱ階段の下は収納したくなるよね、マインクラフターは。なるなる。なる <laughs> 作るからな。あれ何なんだろうね、階段の下収納しがちになる。そらさん埋めちゃっていいのかな。あ、いいんじゃない？うん。こういうクッキーあるよな。ココアクッキーとバニラクッキー混ざった。なんかちょっと美味しそうになってきたね。四角い。なんか昔の拠点でそんななかったっけ。行、うん、って書いた気がするけ。<laughs> 俺はいつまで立っても成長しねえな。<laughs> どんまい。どんまい。 やっしにして。成長しない。俺は <laughs> もう寂しく一人でハサミでも持って用も買ってら。いじけたわ。ハサミなんだろうかなー。ピ<壁>シピシ,ビシ。間の壁。綺麗<壁>いんじゃないの。<laughs> じゃここにはか壁を作ってあげよう。明日は寝室にあ壁。 うまいな、俺狙った羊い,いいかるじゃあおうちの周りを柵で囲います <laughs> おしゃれいいかもそういうのここもうん、こんな感じでアプローチできたほんとだいい感じこれでお家に入りやすいこれ上も4マスでいいんですかそらさんなるほど曲げていった感じねここにこういうふうにこの 道システムいいねこの草ブロックをスコップで道にするシステム、うん、いいですよねいいね道システムですおっガラスは持ってます何人もそういあれんこうなってこうなってちょっと間違えちゃったうあれ鳥ちゃん酒話した <laughs> はい 自然に生成されたのかと思ったサケサケサケ増えるよく考えたらこれめっちゃサケイケスだカビ逆にしないとこっちああそっか水草増やす俺あいいねうん下土ってなんか下ら嫌じゃないですかあ砂にするなんか明るい色の方がいいかも戦力眼にしましょういいよそうですあ、磐岩にすんのね 白い岩にしましょうオッケーだんだん凝ってきています皆さんが鮭じゃなくて鮭派です鮭と鮭の違いは火が通ったらかどうかってこと二文字と三文字文字数の答え聞いてねえんだよんタコあーあー暴言暴言はい暴言オクトパス君。出てきたの突然 <laughs> 鮭、鮭 <laughs> ってな、なんか鉛とかじゃないの <laughs> え、多分火が通ったかどうかだと思うよ鮭と鮭鮭と鮭の違い正しい読み方はどちらでも正しい工事園に載ってるのは鮭だってへぇーうわ、鉛だってただのやっぱり鮭江戸弁 <laughs> 東京の人はさをほらしゃって言うからそこの違いだってよ鮭と鮭の違いは日本の方言だっなんだそうなんだそうっぽいよあでも諸説あるみたいやっぱりあの食用になってるのか生きてるのかで鮭か鮭かっていう説とそういうのもあるみたいですね あのさコンビニで売ってるさ鮭のさしゃのさかんしたやつうまいよねあのビーフジャーキーみたいになってる鮭鮭とば鮭とばっていうのあれのあっなに粉末、うんフレーク粉末じゃない多分そのビーフジャーキーみたいになった乾燥したやつお酒のつけに<ー>お酒は飲まないから俺コーラとそれを食べてるけどうまい鮭とばっていうんだ。 鮭とば。トバ<ー>お酒のつまみ,み。そうそう。つまみ。いっぱい売ってるのかな。あ、北海道の名産品。も調べる、またそれも。<laughs> 俺多分今ライブ画面がずっとインベントリーで止まってるんだよね、俺が調べてるから。ね。鮭 <laughs> とば、あ、これ鮭とば。そうそうそう。鮭、ね、<laughs> とばのとばは。うん。へえ。鮭とばのとばはね、冬の葉っぱって書くんだって。うん んそれにまくってこツなんかね知らないけどそこまではごめん調べるつもりはなかったからわかんない。じゃあ明るくしたいねこれねグロストーングローストンかオッケー4か所ぐらいにじゃ屋根を了解したらいい根はい俺屋根屋根素材持ってるよ。おっ 犬、犬か。わ、ほ、本当だ。これ。ワットって言ったの、今。うんやべ、発音が良すぎて、犬の真似してんのかと思った。えっと。ワトさん側の。グロストンどこ。あった。屋根が。グロストンダスト、土地が一個しかない。じゃ、ワトミさんにどっちかあげればいい。誰か持ってんな、俺。え、そこに持ってた。グロストーンダストが一個しかない事件。 見てこよ組みの気がする。いや、組みさんないと思いますよ。持ってないかな。そもそもそんなに今回、ネザーで取ってきてなかったりして、グローもを取った気がする。ぞありがとう鳥ちゃんが使ったろ、あの、お魚トラップの時に地下に、海底に。使い込んだな。使ったな。しかも、あれじゃん、かけ取物語の下も使ってんじゃん。それはあれだって自分で取ったやつですね。いや、証拠がないから。それはもうありますよ、ありますよ、証拠、録が。 消す消す、俺が圧で消す。強い強い強い。絶対的な権力を使って消す。勝てん勝てん。十二万。違う。くみさんが来ましたよ。違う。くみさん来た。そだから。どこにいる、くみさん。くみさん、あのいや、ディスコードに。ディスコード。はい、くみさん、一点十五点一です。一回に合わせる。なかった。いい。こっちが。ない。こっちの。やべえ、ライブで、ネザー編はきついな、行くかでも。俺じゃな 行ってきますよ。走りで。いける？そんな感じで。オッケーでもついといついつか村人と演してますからね。やったね。九月にね。<い>あそこから月一ライブ始まってもう四回目って早いですね。四ヶ月だったって。早いな。っ早い<っ>。あれからなんだ。何も成長してない俺四ヶ月で。下でした。下かな。あ、ギターでマリーゴールドがちょっと弾けるようになったかもしれない。<ー>それぐらい成長と言える成長は。 くみさんって打ってるみんなほうほうほはいくみさん来ましたよみんなさん映しとこうパワークックもうちょっとある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 いたいた写しとこうありますはいこちらがくみさんですこれなにくみさんこれ修繕つけてやがんなこの革のズボンと上着にありがとうございますオークあるオークあつけてるうわフントム来たあ木材はありますよファントム来たよ寝ますかよ 吐い、うん、た吐いた吐いた,入たじゃあ入れとこうあゃう寝るファントムきたから寝るってはいここのところこうするつもりファントムきたから寝ますうん寝に行きます寝てください寝まーす寝てるはいよジャックオランタンだと早いんじゃああナマコあそっかナマコもジャックオランタンも光るかあなんかな がーらでもグローストーンかな、うん、そんな中で言ったら<ロ> <laughs> 早く寝ろや <laughs> おいち蜂蜜ヘッド寝ろ <laughs> うるせー <laughs> <laughs> おい朝の鐘朝の鐘が鳴るようになりました <laughs> いつもここに来るなに <laughs> <何>よいしょナコって光るんだナマコ光るんだよね うん<も>池の周りをを石で囲うああ<ー>、それのが良くないで下砂にすれば下砂にする下砂のがなんかいい気がするよ。よしじゃあ、でもグロスの必要好すよね。うん。一滴。じゃあ、俺、下砂にしとくわ。おい怖いな。こういうちまちましたやつはクミさんが好きな作業だ。これクミさんに回あやばいやってた さん、集合あもうあの人は蜜の世話始めてるマイペースだったそっちの作業やってからねあとはあちゃみさんとクミさんも移しておかなければいけます。あ皆みなさんこういう感じになっております足場、っちお二人の作業ペースはこんな感じですおい危ねえびっくりしたなんか めにしょっちゅうとしやろう。プー。<laughs> 違う違う <laughs>。こっちへ伸ばそうともかくて。そういうことね。おばせさんが落ちた。うん、大丈夫かな落ちた。やばい。なんだろう。え、うん、待って。ガストいすぎ。こんな感じです。<ん>おうちは。で、ここかな。で、こここれ、もしかして、羊毛タランティーノか。タランティーノよ。羊毛増やしておく。うん、サンゴ礁があった方がいいかも。あ、なるほどね。 海っぽくするってことですかその意見をうーん。海っぽかあとはなんかあの溶岩を垂らしてくれっていう熱いコメントが来ている溶岩ファンから。<laughs> 溶岩ファン、そんなコアなファンいるんですかラバーズっていうのがいる。<laughs> いる <laughs> ラブラバーズっていうのそう。ラブラバーズっていうチームが。<laughs> 溶岩のラブラバーじゃないです、ね。そういや溶岩を愛するチーム、ラブラバーズっていうのがいるわけ。今考えたんだけど、い,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 いるわけ。いい俺が団長だから、ラブラバーズの。<laughs> <laughs> どうもラブラバーズの団長ですあ違うごめんなさいうんじゃあ団長の思いで溶岩を垂らしますあなるほど。誰も聞いてないねえへうんとこの下にここおーありがとうないよラピスラズリがあれなんかさあったあったあれうわ落たさささささあこんな風出会わなきゃおかしいよねおかしい あ、でも、いいんじゃないですかあ、いいのかただ羊毛、青い羊毛が私置いててないから青い羊毛、今、なんとかするわ、さほ、ラピスありませんかラピスはある、あの、羊さんがね、青くないわけあ、そういうことかそううぅ、ちょっと待って、うちょっと待って死んだか、死んだか、死ぬか左下注目、左下注目

もう無理だわ巻き散らしちゃったーグロストン取ったグロストン十四個出すとピッパーじゃあ十分ですね十分かなあの俺した砂地にするって言ったけど今ちょっと羊毛で忙しいからそっち進んでないわ進めてください進めて…違うそれを久美さんにお願いしようとしたらあいつが蜂蜜ばっかりやるんですよあいつが横幅がちょっと違ってたのねあ、違うんだ蜂蜜二郎 <laughs> なるほど。ってことは知ってる東京ダイナマイト。知ってるんだ。ちょっとだけワトさんのうちの方。あ、でも、実際は一緒だから、ちょっとだけアイクさんの方が広いことになって。そっちの方が面白い。はい、あの、ちょっとアイクさん引きした方のが彼は面白くなる。<laughs> ワトさんはそっちの方が光るから。<laughs> <laughs> じゃあ、ソーラさん<あ>真ん中白い羊毛う来ません。畑全体を畑だらけにしたいって言ってるあの人。あ<え>て <laughs> 何 畑全体を鉢だらけにしたいって言ってる何が狙いだあえて黄色にしちゃおうかなどうすんのこのガラスを取っ払うってことクミさん <laughs> あ、でも色合い的にはわ <laughs> かった、畑をガラスで囲むんでしょう。あ、覆うって言ってるな。んか全体を覆うんだってうんそれはもう、えー、かまぼこ以来のね もう我々、覆うっていう単語を聞くと人魔神が出るんだけど。<laughs> うん、鳥肌が立つ。やんの蜂蜜蜂を飛ばしたいんだ、そこで。わかりました。わ、ね、かりましたとだけ言っておきます。検討します、前向きに。はい。はい、俺も大人になって、ここでイエス・ノーを言わないっていうね。前向きに検討しますっていうのが一番ベターな返事。ペロペロ。大人な返事。用も出してよ。つみ したようも。あ、し、あ、はい、ありがとうございます。いらなかった。いや、いや、いや、全然いる、いる。い <laughs> らない人の返事じゃん。いらない人の返事じゃん、それ。全然いる。ありがとう。どういたしまして。<laughs> 何してんの。蜂蜜 <laughs> 用の花を取ってるわけ。<laughs> ここ、草だらけじゃねえかよ。前回も、久美さん、ここで。 花集めてたなんなんだこの人はクミさんはね <laughs> 自由にさせておくのがいいうん。阪神時代の新城と一緒そうなんだうん。好きにやらせておくのがいいって野村監督が言ってた <laughs> よいしょむしゃむしゃあれ砂持ってますともさん<俺>砂あるよあくださいいいよ普通の砂普通のサンド 元戻すんでしょ結局これ。あそうですそうです。元戻すってああうんそう砂として使うってことそう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 。で戦力岩縁にしたらいけの。そうしますか戦力岩。あこれですこれ。あれ Q ってイルカのブがした今。あイルカ遊びに来てる。イルカ方法入れたいですね池に。なるほど。 <laughs> その手がただちょっとどうやって連れてくるか、ね、イルカさんにロープは引っかかんないかなあ青い重がなくなった土がなくなってしまった<な>イルカさん動き早いね<な>あイルカさんロープ引っかかるよ連れていける水路さえどうにかすればおーじゃあでもイルカさんどうしようよいしょそこに引っかけとおくか。 こっち側のくみさん畑のあたりからうまく水水路つなげられればいけそうなそうですねあイルカ飛び跳ねて陸に出ちゃうんじゃないですかってコメントが<あ>確かに <laughs> うかん<ー>イルカさん来てほしいけどね柵を深くして出ないようにします柵を深くするかもっとこう水面を下げるか掘って どうしよう終わりましたーさっきも、あ、え、嘘屋根足りた数。足りない全然足りないねその全然ちょっと攻撃的なことを言うの、その全然って全く足りないうわ、攻撃的 <laughs> 非常に攻撃的ですよ危ない、危ないまた落ちちゃうあ、そっかそっか、そっちにそう、こういう感じにしようかなっておいあ、土にしてくれたわけですね、これは失礼 あいえいえもともとが土だったんで戻すのかなって思っちゃって失礼あでも足りねえな俺が持ってるやつだけでも何個ありますもさん砂今俺3分の1ぐらいしか足んねえわあと,、はい、っとざっと見45ぐらいおおできてるできてるうん蜂蜜女どこいった蜂蜜女そ見る なんかクミさんを女王うっぽく描くイラストがなんか結構送られてきている俺初はどりでしたよいいな <laughs> 空中に対空するやつじゃんホバリングホバリングするからいいねあとはグローストーンとりちゃんがやってで戦力ガンを縁で埋めてあとイルカさんをどう連れていくイルカさんをさ水槽に入れる、うん、かわいそうかわいそうかなイルカさん <laughs> 大きければいいんじゃないですか。まあなん,な,なんとかなるでしょう。なんとかなるでしょう。イルカをここで飼ったら鮭食べられるんだ多分イルカに。そんな風に言ったらむしろ面白い。かわいそうな鮭。<laughs> <laughs> いや何匹でも出すから。 www いくらでも出てくんのかすげえあ家はこんな感じです皆さんいい感じですガラスをソーラさんに渡しておこうかうんどこいのいたまだ窓を作んなきゃと思ってはい、ガラス床どうしますか床渾身の十三床ね、床引いてあげなきゃかわいそうですよね床は石素材でもいいんじゃない余ってる石で絨毯、絨毯がいいなあ、なるほどね また羊毛使う気だ、この人。ね、ガっちゃん絨毯作って。じ何色の?。いいよ。何色がいいかな。あのさ、青と水色?。青と水色の、うん。あの。屋根、屋根足んねえのに?。屋根も足んねえよ。屋根足んねえのに、青と水色の絨毯使うの?。めちゃくちゃだな、言ってること。増やそう。増やそう。 注文が多いの。どっちが足んない？体感。どっちもどっちも。どっち,もどっちのがどっちのがよ。どっちも。絶対水色のが多かったでしょ。俺水色の多く入れたもん。水色のが足んないでしょ？青、うん、の方が青の方がちょっと。青もうだいぶ足りなくて水色もだいぶ足りない。嘘だよ。本当？<ー>いや信じない。ああ青しか足せない、ね。水色はね。どうだろうソーラさんこれ。 何個ぐらいだろうね。ハサミあった。あ、ワトさんが三回いいですか。あ、どうぞ打って打ってください。一二三四。1, 2, 3, 4, 5ワンスタックあれば大丈夫か。いいよ。ワトさんがいたあ。あと青が、うん、青があと四十個。水、ね、えそれって羊毛さ、下の,下の絨毯の数入れてないでしょ。入れてない。入れてない。入れて教えてくれよ。本番。 本番ワトさん。ここんんできるんだっけ。わかんない。今作る。ちょっとこの羊どっか行ってくんねえから邪魔なんだよな。プシュ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 。ま <laughs> ちゃらか<で>ちゃらかちゃらか。でワトさんに見せていいのこれは？見せていいよ。全然見てください。ワトさんの誕生日プレゼントを作っています。<何>ますお、それは？自分のプレゼントを自分で作るという。<れ>いやいやワトさんは今日は見てるだけでいいよ。 見てるやべやべガヤだガヤ一番ワトさんが輝く見てるだけいも文句言われるよいつも通りじゃんけいつもつけられるよはいはいおいチャミンしたあっこんばんワトさんありがとうございますありがとうございますすげえマリオのコメント読みがかりになってるね。うん コメントも見るし、こっちも見見るるしし作業はしなくていいし、はいはい。今でも先に屋根やった方のが形、側作った方がいいのかなと思って、ちなみに今持ってる用も全部渡したよ。はい、もらった。めっちゃでかくないそんなでかい家よ真剣ゼミだから。ただ、色がわかるでしょ、色が。屋根の色で誰との家かわかるでしょ。

えこの白い階段って戦力岩の階段？Yes。あそんなのあるんだ。作れますよ。ちょっとなんか高級なプールっぽくないこれ家にプール付きって。確かにプールっぽくな。プールなのか池なのか。ソーラさんと鳥ちゃんのクソみてえな家申し訳ねえなあれ。本当だ。自分で輝かせたから俺は。あなるほど。プールもついてんこれすごいね。すごいね。いいとこで。鮭泳いでるからワタさん釣りできるよ。 うん、釣り堀だようん一緒に泳ごうかどういうこと一緒に釣られようやな一緒に釣られよかな鮭やん鮭やんだから鮭だろそれただの鮭やんなんかナスやんってと言ったじゃん、和さんがなんかさ、ナスのさ、ストラップ作ってくれた人いたよおっと、俺も見た、俺も見たナスにワトさんのその絵じゃなくてナスやンになったと、そうそうそうストラップはリアルに作って 大体んで俺がナスヤンになったとってナスの陽一かそうそうそう弓矢ゲームでね全然ナスっていやそのナスじゃないけど自分で言ったんだワートさん的にはナスの陽一でナスヤンにしたわけねそうそしたらそれはあれだわ編集で俺がその時ナスじゃんって言った時ナスの写真使ったからだわそれはちゃんと物性 ただのナスになってたすごいね、しかしねソロさんがガラス渡した誕生日の時もなんかいっぱいもらったけどみんなすごいもんなんかそれはワッツさんの人柄のおかげよ、やっぱりありがとうございますナスのみんさんのおかげでナスになれましたみんのおかげでナスになれましたナスじゃんあー、毛が生えてこないナスなんでどういうことなのあ、羊のねうん羊の毛は下の地面が緑色の草生えてないと あれなのよ。草を生えてる地面が多ければ多いほどいっぱい食べるからすぐ毛が生えるよ。うん、そこ羊が多すぎて草食べられなくてなかなか生えないんだよね。生えないねー。そうそうそう。トゥちゃんどうこれ？毛が欲しいんじゃんじあ。ああ、よき。よき。よき <laughs> かな。よき。あーは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 ー。飛んでっちゃった。飛んちゃった,ゃった <laughs> <laughs>。ナスの絵文字出してる。そんなのあるんだね。すごいね。すごい。見てるよナスが。ね。 なすやん。なすやん,なすやん。なすやんか。よし。お、なんかちょっといい感じじゃないこれ。いい感じ。回収してみた。これどうする？ふた、二つにしたらちょっとあれかな？水深深くしたらちょっと見づらくなるのかな下が。うん、透明度がなんか。ね、これぐらいがいいよねきっと。かもしれん。うん。すごっ。 すご、超いいじゃん、ここからワッツんの好きな釣りができるわけだ、お家から。できるし、なんか一回はガレージっぽいし。ガレージじゃない、床張ってないだけで車庫じゃありません、怒られるよ。ガレージでいいけどな。ガレージでいいのうん。車うん、車でもバイクでも。ワッツさんバイク乗れるの免許持ってんの乗れる乗れる持っとるよ。中面うん。うわ、すげえ。かっこいい。すごい。行くドライブ今度 いいいやちょっと怖いマジで怖いバイクは後ろ乗る怖いわ二欠は別にいいんだよね高速移動高速移動じゃねい高速道路でやっちゃダメだよ高ね高速移動もねえ高速移動もねえ高速移動もねえい速高速あそういうことなんだよいしょスクーターで旅しますじゃあ今度 カブのュー面ンいらないじゃんそれだったら確かにえ、でも俺地球面持ってないからスクータースクータースクーータ50ならね50なら乗れるけどでも50は高速移動できないでしょそれはああ高速乗れない下道移動下道も味があっていいやねうんいいや九州一周やってみたらえいいねでも九州一周うんわかんない 九州の大きさが俺分かってないわ。なに <laughs> だってまだ福岡にちゃんと行ったことあるぐらいだもんな、九州は。えぇ、ー。この入り口ですね。よし。ね入り口だよね。屋根完成。もうなんか存在感がすごいんやけど、拠点ばりにでかくない拠点より時間かかってるよ、人手 <laughs> と。申 <laughs>、うん、し訳ない。人件費かかってる、ちゃみできたよ、もうはい <laughs> あ。屋根完成した。<と>屋根完成じゃあ次、床だね。うそ。 俺？それ。あいつ高額な請求は。<laughs> 人件費かかるからね。返済の日々が始まるこっから。マジか。会議はやうリア作るだけ作って請求しますから。後から請求よし。食事貧しい食事いどこまでも交わらないように。<laughs> あ、ソーラさんソーラさんの意図を組んでくれたよこの会談を交わらない。<laughs> めっちゃ別荘やん、んただの別荘やん、んこんな。なんていうの、あの交わらないの、あと。<え>歴金銭。なんていうの、あの感じ、コメント打ってくれた人の。あ、どれどれ。うん、あ、見えてない。どれだ。歴、残金銭。<laughs> あ。あうん、残金。残金銭っていう字があるんだ。何、残金銭って。何、残金銭って。あら。わかんな、ね、い。 誰も誰も知らなかった残金。鉄道の老姓の名前ですか？残金線。残金線なんかね。山積に残あの切るみたいな字にで近いって書いて線。<ー>え？残金線。残金線。残金線だってよそらさん。残金線。残金線ってどういう意味なの？うん？あの例えばさほら。 回数関数とか、指数関数とかの…ごめん、ちょっと待って、眠くなった入り口で魔法かけられた魔法かけられたね、今ラリホー使ったなこの人ラリホー使われた今すぐラリホー使う電車なんじゃない金鉄線とかそういうあれじゃなくて違う違う、電車じゃない、電車じゃないその話な多分なんか建築用語とかそういう系なんじゃないのへぇ学的な…数学用語です、数学用語在来線とかそっちかと思って違う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 銀座線とかかっこよくいっていんのかなと思って

シーですよとか言う,もうそれ絶対言う <laughs> もうだってこっちおちょくるコメントだもんねきっと。はい <laughs> <laughs>、こそにタンジェントよ。そらさん、カーペットの色。の、はいろ、屋根の通り。お父さんがヒった、<laughs> ちゃみに私てそああ、そう。何拾ロトレ。カペット。カーペット。カーペットう。うん<れ>。えっと、ほら、一枚にしませんかよいしょ。<松>いいよ。 一マ模様、チェッカー柄ってことでしょ？一マスずつ互い違い。何色拾う？青。と水色の模様拾った両方。ここいた。引き開きめっちゃ便利じゃん。どうした？らやるよ。何が便利？まだね、水色のカーペットしか持ってない。なるほどじゃ階段にな直す。あ、無駄なくできるんだ。ありますけど、私作ってきますか？ こういったよ入れ口。意識り台って言ってる。意識り台オッケー。もう入れてるじゃないですか。六十五点だね。嘘そんな低い。意識り大。意識り大。六十五点だね。四十五点じゃん。何作ろうとしてんのこれ。あれです。なんだ。あ、わかった。そこから水出す機か。 違う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 さっきさっきが滝登りした。滝登り滝登り。よしよしよし。風物詩風物詩。あいオッケーオッケーオッケー。おしゃれやな。おしゃれだねこれ。おしゃれやん。タモさんビオトープ作りよってん。ビオトープみたいにだから俺の一人時計見るなって言ってるだろ。今日なんだ。あ時計。メダカ時ダメだ俺の一人動画はぶりっこしてるんだから。 してるじゃなくて見るなっていう話あん、OK、あんはいいよありがとうであんあんはそんなもう取り上げてもらえることなんてもうないからマスク,ク,ロックした <laughs> <laughs> それはそれは<ん>あの違うあ,あちらのスタイリストさんがこういうのはどうですかって言うから俺はもう素人すぎて分かんないんでお任せしこれとりちゃんどうするこれ <laughs> めっちゃ登りしてる <laughs> あ落として落として,としてうわ減<ー>る減る減る <laughs> じゃあここにあの鮭を陸から池に戻すはんが必要ですね <laughs> すマジそこで専属の人使うのそこで <laughs>、うん、雇わなんていわけないいらないと思うな <laughs> あチェッカー柄だ青が必要青取ってくるわさしたら なかにできないからこれあ,あとちょっとそ,、えー、そこなんかやってよ、えーえーえー、取りちゃうまいこと任せてくださいよいしょ俺羊毛を切るはんだなでも羊これだけ増やしておいてよかったねあらかじめ、うん、ラピスとコップンでどんどん増やせた色をよいしょいいねーいい感じじゃんうん 誰の家よりも豪華じゃね？ねえににね。おおすごい。すげえ豪華になってる。うん。すもうここに。いったなんすか。そのディベそれのやり方がわかんねえっていうこと言ってんのね。あっちやれって。なんで俺は言葉わかんないこの人の。<laughs> すごいよな本当に。<laughs> すごいね。おお中まで。やってたじゃん。 ここれこうだよ、クミさんこれちょっと渡してきてあのチャーミンカソーラーにこれお完成したかこれこうなるんじゃカーペット完成カーペット完成したあマジ今でも追加の追いカーペット渡したクミクミイーツにあじークーばーイーツでよいしょやべ、酒が出ちゃってるやばいやばいやばいどうしたらいいんだろうこれこれどっち向きになるわけ こうしてこう <laughs> これ難しいねこれソーラさんが昨日できなかった意味分かったわ俺どれどれ箱に直接ペッてやるといいじゃないですかダメだ向いてる人えこれどうやって向きいくの難しいでしょむずっでないんすかクミガラスニーバンス持ってる 持ってないこれど,どういう向きで行くのもう置いた方の人に置いた方に行くんのかん置いた方に行くんのじゃあじゃあこれでいいのかなんだ簡単じゃねえかへへーんだ行商人がまた来とるよ嘘。ソ行商人結構捕まえてるんだけどやっぱ捕まえきらないみたいだねうんあそううん。 うんこれでいいわ、くみさん。オッケー。重い。え、ライブ配信が重くなってる本当？なんかみんな重いからかな。あー、そうなのかな。あでも止まったりしてる。あ、ちょっと止まったね。ちょっとみんな一回、あの、うん、配信出て、もう一回入り直してみたらどうかな。俺のせいなのかな、これ。あ、でもこっちはね、良好って出てる。ライブストリーム。 y ーチューブが重いのかもしんないですね。うん、重たいですって言ってる。ちょっとしばらくこう動かずに。何あっ、4本入った、うん、よあすごいカーペット。 カペットシータ？シータ、うん。目に悪いなこれ。<お> <laughs> <laughs> 何？こういうクリーパーの海があるよねマイクラで。あるある。見ますな。ある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 あ。るあ,るあ,る <laughs> あるよ、ね。最初からあるやつやろ。そのちょっとやめてワトさんそのマイクラの古いトークに入ってこないでワトさんは。な <laughs> んで？知らないでしょワトさんはマイクラのこと何も。<laughs> 知ってるし一応。知ってんのかな。 <laughs> 新しい方のかむしろ知らない昔のはよう知っとるなるほどねあんなあれ昨日の作ったやつとかも見せて大丈夫なそうもうあのー、無理だ隠し通せないっていうことでみんなはやっぱりね <laughs> よく見てるからあ,あそこになんかあるってコメントがやっぱ来ててバレたママスのやつも2マスののややつつもはうしてなたぶんそれはね<お>触れなければみんな何とも思ってないと思ってそこは触れなかったなるほどうん でも,もは松さんが今ネタバレししたからバレた。<laughs> 打ちたんだけどからそうね。<laughs> 落ちた落ちたら上がれない。松さん後ろ階段。あれ？まあ,あこの水流でまだ上かれますけど。はい。イルカコメント皆さんイルカがいなくなりました。イルカってやっぱデスポーンすんのかな、えー。イルカって何？<laughs> イルカって何？イルカ追加されたじゃん。う,うん。 池に閉じ込めたらかりますねそう、池ほら池にちょっと前閉じ込めたじゃん。あそっか、あれがもういないんだ。そうそう、あれがいなくなってるから、なんか鳥ちゃん、竹がなくな爆発してるけど。あ、それ、あの、自分が切りました。境界線越えてっちゃったとかじゃなくて。いや、イルカね、もう紐でつけといたんですよ、そこの柵に。ああ、そうだったんですね。イルカいなくなった。デスポーンすね。デスポーンしちゃった。 やばイルカさんは捕まえておけないワラトさんの拠点にイルカ入れてあげようと思ったんだけど無理だったあそうなんそうあここにあった <laughs> よいしょ「触れてなくても気づいてましたよ」あ触れてなくても気づいてられたか <laughs> 名札で名前つけないと。 おお、なるほど。名札で名前つければいいんだ。そっかそっかそれは。名札で名前つけると残るんだって。ですね。もちろん名前はともちゃんいるか。す,んな,です <laughs> なんで。放送中に消えるから。放送中消えてたまるかそんな簡単に。ワンフレームで消える。<laughs> やば。生存確認できない。ここカーペット置いとけば、柵飛び越えられるな。 <laughs> <う>なんか見栄えあれじゃないですか <laughs> 見栄えが悪いか、まあいいか、でもね、いいでしょいいいいんだよここいい感じじゃん、すげえうんあ、裏口もできたわけねできましたよはいはいはいザザザ年末の旅行が見たいで、す。そうだ年末鳥ちゃんとアイクさんと一泊二日で旅行をしてきます なれます。呼ばれてねいいよ来ても福岡からわつさん来るのは大変だろうなどうなっても知らないかだな東京だから東京に行くと東京、うん北海道行きてぇな北海道も行きてぇなー北行きたいなー俺は雪祭りを見に行きたいよさミン。ん、雪祭りおいで雪つり冷静やろ寒い寒いやろ 寒いと思うよ。寒そうだなそなところも,もう慣れちゃったんだろうな、あちゃみさんは。<laughs> 東京来たら、多分あったかいと思うんじでね。あ、暑いよね、うん。暑いまで行っちゃうわけね。だって、昔、あれ、なんだっけ、なんかで、東京冬行った時、超地下鉄の中、暑くて、上脱いだもんね。地下鉄の中は暑い。うん、嫌だな、俺も。うん。ぶわってしてる、地下鉄中は。何、これ、って思ったの。地下鉄の中は暑いわ。ね。よいしょ。 さてとできたほぼできたできたら<お><そ>うんそこがほぼじゃあ完成まで待つはもう完成でもいいんじゃない完成でもいい,でい,いと思うよしたら <laughs> あ,たるあとは好、ね、きにどうぞって感じうか、ん、あのワトさんとあのアイクさんのうん。雨降ってきためっちゃ

中仕切りがないのに入り口だけはそういう最近の世帯住宅的なやつ。あれも中で分かれてるでしょあ中は分かれとるやろ。中も一緒です。二階はこっちが偽体や。二階はこっちがわつんだって交差してるそうです。交差してるの。これを全金線っていうらしいです。あそうなこっちがエクさんこっちがエクさん。内装はとは好きに。そうだね。 ちょっと写真撮っとこう。アイクさんに会ってみせよう。あ、じゃ建築者2人、建築者2人写って。あ、い、いね、いいね、いいね。そらさん写ってて。んんんどこにいるのあ、2階にいる。この 2>, 2階にか、はい、はいはい。そうそうはいはい。写ってくださいこ,のこの2人が、私たちが建てましたっつって。ええパチッイエーイ。<laughs> オッケー、撮った。

これ伸びるぞ。伸びないですよ。よく見てください。伸びないのあ糸を張ってあるほんとだ。おいおい伸びろお前たちはもう自由だ。地区街を自由だ。自由だ。伸びろ自由になれ竹たちよ。これ糸張っとくと伸びないんですか上にブロックがあると竹の成長が止まるんだって。ふん。 ささささ、あとは看板を立ててか、看板立ってる。なに <laughs> これ、スイートホーム。ワト、ね、ラブズアイク。わお。わお。わお。わ <laughs> お。俺が好きみたいになってる。<laughs> わとラブズアイク。<laughs> わお。はい。あいつにしとって、あいつに。 あいつ誰だか分からんあいつはいや分かるかわつさんの言うあいつは一人しかいないあいいつできましたねできたましたらあれです久美さんがあのんか協力してほしいらしい囲むのを一回寝ますか寝ましょう何を囲む 農業を、あの、ガラスで囲みたいんだって農業農場をねあ、この周りってことそうそう、鉢が出てかないようにぐわっと囲むんだそうですう<い>おやすみちゃん、うん、あれ寝た、うん、<だ>まだ寝てない なんか糸出てない誰かから糸あれ誰スパイダーマン誰かスパイダーマン近くに寝て寝てないんだって寝れないあなんか誰かこれなんかなんか糸出てるえ何糸糸ってなすかこの糸何ケイブスパイダーみたいな話いや見えるみんなここに糸が入ってんの糸あれ俺の配信画面見て何この糸 まだ来てないな、そっち。遅延してるから、まだそこまで来てない。遅延して。ああ、行商人。あ、そういうことか。ああ。この。生を引きずってる。モンスターがどっかにいるってこと。入ろうとしてる。えでも寝れます。え、寝れる、ソロさん寝れるっていう。あ、寝れた。おやすみ、ちゃん。あれ、久美が寝れない。あ、寝た。おは、おはよう。出た、必殺、体質。 <laughs> 雨降ってるから均衡運転にならなかった今なってよ、コーンってトあ、なりましたトうんト知らなかったしたらじゃあ、バァッと砂取りに行こうぜガラスにしちゃってもいいし砂、砂をもうガラスなかったっけいった何さガラス作りゃいいんですかあ、めっちゃ作ってる,ってるあもう作ってるってことめっちゃ作ってるこの人本当だなんで俺卵二十個持ってんの何これ誰の差しがね 卵20個いつの間にさ規制させようとしてる意味がわからんぞこれやろ俺この前卵投げたらなんか一つの卵からなんか5匹ぐらい出てきたそんなことありえあんのかなバグかな初めて聞いて5匹は君が2個入ってるみたいな感じなの5個入ってして投げたから前のやつに入ってたのが遅延して表現されたとか でもこれ足りねえだろくみ俺砂取ってくるわ六十ありますよまだどんぐらいかまぼこ型に行きますかこの農場のこの砂の柵の上を囲む感じあ、これ全部ってことそう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 なんだあれかビニールハウス的なそうビニールハウスにするってことやねくみさんねよし今日から君は蜂蜜女っていう頭になりました あちゃみさん。アチャミさんは蜂蜜頭。おい。頭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 ハチミツと蜂蜜頭どっちがいい？どっちもやだわ。どっちもめちゃめちゃや確かに。こんな感じ？その柵の上に直接ガラスで。ガラスけると？が直接ガラスで大丈夫？直接は置けると思うよ。ハチを話したい。大丈夫？ 水もガラスで隠したいここの川この前トモさんがやろうとしたことってハンブルカとかで埋めっちゃってもいいんじゃないですかああそれかカーペットでいいんじゃないのカーペットとかうんありまったく何にも知らないからな <laughs> こんな感じでいいんですかえ待ってもうみんなが先に持ってるあれで足りてたらどうしようでも砂を掘る。 なめっちゃ重いと思い人なんか入り直してもらったらいいんやって言ったんだけどやっぱり重いみたいでもこっちはねあの良好になってんだよね回線どうしようもできないんだよね配信中 YouTube がちょっと重くなっちゃってるみたい<ー>最近 YouTube そのアップデートでいろいろ変わってるから。 うーんお機嫌がねそういう時はね,かね YouTube カクつっちゃうんだよね、うん、終わっちゃったじゃあ続きをじゃあガンガン精錬しなきゃダメじゃんうん、うん、でも砂結構あるええ、足んなくねこれかまどかまど足んないはないトリプルでトリプルかまどシステムが足りない陽光炉はできないしかまどが足んないかまど倍 臨時かまどが必要かこれ。俺の拠点に4個はあるけど。遠いから作っちゃう。<laughs> 遠いんだよな。誰も君ちゃんともしに来ないもんな。あれ危ねえ。砂足りた砂足りてないと思う。<laughs> ちょっと臨時かまど作りますここに。あ砂俺5スタックあったわ。 なんと君よく仕事できないって言われるでしょうんわれてるそんなことないよおい諦めんなよボーナスカットやねボーナスボーナスやんカットボーナスやんボーナスやんカットますありがとうございます。 バケツ溶岩いっぱいあるんで。はーい、えー、っと、<laughs> 俺はあれを作ります。しゃべる。しゃべる,しゃべるやないかしゃべるやないかい。もうしゃべる作ったよ、自分で。なあ、そこはさ、俺に。しゃべる友さん頂戴みたいなのが。<laughs> ああ、たた。さて、砂を取っていきまーす。もう取ったよ。ワトさん、一人で取れる砂なんて、たかがしれてるよ。 まだワンスタック <laughs> ワンスタックじゃ足りなそう足りなそううん取るか取るよ砂を砂取るか焼いてるなお柵とガラスの間のちょっとした隙間から出ていくかもしれませんってコメントが来てますあーかお<ー>どうすればいいんだフェンスゲート2段いやでももうだから柵取っ払ってガラスにしちゃうのかな最初からああもうドアにしちゃうとかかな ドアでいいんじゃない絵柵とガラスの間に隙間なんてないじゃないですかなんかその、システム的な隙間ですよあ,あ、そうなんですかよくあの、俺がほら、人の隙をついて嫌味を言う時ぐらいぐちょっとでもあいつらすぐ来るから <laughs> 俺だと思ってくれていい自分,自分売ります、ね、いやもう、どこからでも入ってくるんだそんなそおー、イルカ飛んだ <laughs> ちょっと隙間が見せたら俺サッと入るからあれそれぐらい五キブリぐらい入キリやばっ カサカサ言うぞそろそろ。カサカサ言うから、ね、よいしょ。全然や押せないやげんの。よし、足りる気がするけど,ど、うけど,どうだろう。3人、今、チャミも結構掘ってくれてるおー、ちょっとね、スコップなくなったからね。俺も結構掘ってる。結構回収したよ、俺も。同じく。じゃあい、いっか。もう今、64、4つ。 俺2スタック7つのかまどで全部つないえてますからねあ、じゃ足りそうじゃない足りるか足りるよ。三0 0くらいできそうそんないからなまあねガラスはねあ、クラス52個あった見つけてた君はなんださっきから後から見つけるンコツかもしれ君仕事できないって言われるだろンコツか、そんなことないってですわザコじゃないよ あ、これ、追加のかまどは追加のかまど、俺の前に置いてあるよいしょ。でもやっぱ早いね、7人で作業すると。うん。よいしょ。早いわ。すごい。いっぱいやな。あ、木炭も焼いてるわけね、ここでね。なるほどね、燃料として。でも、バスケさんが溶岩取りに行ってくれてるんじゃないか。うん。この下、溶岩源ですからね。うん、なるほど。 ブロックもおすすめこれでんな、ここ一マますこれ。松明は取っちゃうよ俺ここ。ガラスを取りに来てくれ。ガラスじゃあ、タなしで。松明なしでいい、そらさんちょっとは一周しといて。んよいしょ。よぴーさんのとこ持ってけいいの、ガラス。あ、ガラスを。 ちょっと僕、インベントリがいっぱいで。んんどこにいんの地下に、僕の、僕のお家に。ああ、そっちか。地下だけにそっちかってそう。またそんなこと言う。いや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 。違います、今のは。俺そうですよ。今の友さだから。地下だけにそっちか。ってイエロー。最近、ダジャレ好きですよね。イエロー、イエローなの今の。今のイエローです。 今のイエローなんだ。ああ、これが。取れないんですけど。ううう何が取れどこにいるのそばさん。じゃあ持ってく。何も。取れない。どうやったら取れるのいてっ。全然足りないね、八かマでも。足りあ、違う、あのー。 ガラスを置くのが早すぎて焼くやつやろそうそう、砂は多分足りる気がするよし、俺が持ってるやつ全部入れたええ？ソーラさんに渡せばいいっすかソーラさん、うんガラスは、なんだろ、じょ女性班の方が今ガラス設置してますねじゃあ女性班ガラス、投げますよ女性陣だね はい。<laughs> <laughs> 女性じゃないかもしれん、可能性、ね。まあ、あるよね。女性犯だったらね。<laughs> <laughs> 女性陣でした。<い>イルカが来てますよ。イルカ来てる。本当じゃ、イルカ捕まえようかな。あ、さっき泳いでたよ。マジ。うん。名札ありましたっけ。名札結構ある。五個ある。じゃあ、あそれ。名前つけて。オッケー。 囲っちゃいましょう。なんて名前にしようかな。お、本当だここに向かって。もちゃんいるか。なぜか食料ここに。切れた。本当にやるんですね。ワトちゃんいるかにしよう。イルカ先生でしょ。ナルト。ナルト。先生しか出クミさん天井の高さってこの辺でいい？イルカ先生にした。イルカ先生。 名前をつければ消えないと。あイルカいるじゃんここに。イルカいるか。<laughs> おっと。おっと。内装<今> <laughs> になってやめたのに。イルカはどこにいるか。あ <laughs> いたいたいただここにいるかいるか。イルカ,イルカが。おっとおっととと。イルカ先生捕まえたよ。ああ。イルカ先生はこれ地上に出したらダメージ受けるかな。受けるよねるきっと。受けるよ。<laughs> 受けないかな。ちょちょっと引っ張ってみるか。あそもそも飛ばねえか。じゃあダメだやめたほうがいいなこれ。どんだ。じゃあも水路でつなげてってどっかでつなげるな、ね。水路でそうですね。水路でつなげますか。そこのあっち側の川とつながればいいんだよね。あ <laughs> っち側やろ。そうそうそう。ああじゃあ<れ>穴掘っちゃうそこ。穴けばここっすね。ねそこ掘っちゃえばいいよね。こっから掘っていいっすね。いい。 と、押して行きましょうかこの上じゃなきゃダメだからいいかもここが屋根になるようにマトさんマトさんあの水面からじゃないと繋がっていかないよイルカさんイルカさんあ、ない危ない危ないバステンさんのすぐ後ろにいるから気をつけてね本当だでも水がもう届かないあ、えっとバケバケバケないバケ二例ですねありますありますありますバケって何？バケツ <laughs> なにイルカいじめてんの違いますイルカを助けてるんです。来た来た来た。楽園送りです。つながった,た,た,たイルカさんこっちでおイルカ先生。やめて<生>イルカ先生。嫌がっとる先生が。嘘。イルカ先生。暗いなここ。 はい、もっ最初のとるとこよし、こっち来た、こっち来たどう,らもう,うんなんていうか、運河にしちゃおうか、ここ、うん、あ<ー>なるほどね、そっち繋げるのにねそっか、でもこっちはまずいなお、ギリギリまで、<あ>この川利用できたねうん<ー>よしよしよし<ん>ガラスお待ちあ、間違えた死ぬまで応援してます、ありが、ありがとうございます死ぬまで応援してくれる人が現れましたあぁー、やめ <laughs> できるだけ長生きしてください ありがとうございます。ありがとうございます。来たよイルカほら。入れれると？わなかったけどイルカ先生。イルカ先生っていう名前になった。でどこに？ここにいるよ。どちらまで？こにする？イルカ。この川中川じゃないと？あ違う違う。違うイルカさんはどこに入れようかね。やっぱりさっきのあのワト <laughs> さんとこに池に。でも飛び出しちゃうんだよね。 モンスターいるそれこそガラスで囲わないといけないからどうしようかねよいしょやべダメージ食らっちゃうんだよねこのイルカさんもあっはいこれガラス欲しいさん柵持ってない,いねえ誰か柵ここら辺に置いてくんない一つでいいですか一つでいいよ あなんかめっちちゃ落ちてた、ガラスあ、でもなんかいい感じになってるよ、うん、これあとだって囲むだけだもんね早いわうんあと屋根にしていくだけスセンキュー,ー,ー <laughs> あソラさんラあと屋根にしていくだけだねそれソーラさんのおかげでうんソーラさんガラスっぽいするじゃあとりあえずイルカさんそこに置いといてガラスだけ決まりつけちゃいますかはいういうこのイルカさんおらんくなんってこと そうイルカさんは名前つけたから多分変わり身の術を覚えない限りは多分大丈夫だけど中人だからな <laughs> 覚えてそうだけど急に丸太になってるかもしれん <laughs> マジ変わ,わ, <laughs> わり身やばいねわり身アカデミーの先生だしなそれくらいは基本忍術として覚えてそうついでに今掘った砂も投入しますかあざます。 どうすかね。もういっぱいいいや全然。いやもう足りる気がするなこれ。うん。あとは人海戦術ローラー作戦で。うん。いつもの。いつだねいつもの。オッケー。階段にしてかあとこれを伸ばしてくだけ。登れないの。この数すごいかも。側面見て思うこれでずっとって。結構ある。 あーうーん、たぶんこれだと1マス進むのに3、40使うからかけることのまだ足りんえーっとこれがたぶん3、40あるからかけるとたぶん1000とかいるかもしれない。そんななにいらう嘘、えー、<laughs> あでも全部でだからもうすでに半分近く埋まってるからあと5、うん、600ぐらい足うん、うんあれ、いけそうかな、これなら。 これ普通に伸ばせばいんいすよね、ーーさん全部は埋めないけどうん。うん、どうだろう掘るやばそうやったらいいってほってくる。オッケー一番上好ほほほ,ほ,ほ,ほよいしょ。 これ端までガラス乗っかります？乗っかる？虎さんここのはい。上までここ今立ってるとこまでガラス乗っかります。うん。乗っかります。間違えます。はい。大丈夫。ほい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 。こんな感じ。よし。うわターケー。よく見えるみんなの拠点が。今ここね。 ガラスでで囲んでおりますこれは確かガラスは確か置けるんだよね、松明が。えい置けた明るいよし。グロ,スかグローストーン、ガラスでいいんじゃないこれ足りるかな砂あ、なくなっちゃった。あっ、40、20切ったガラスが。ないっすか足りないわ。ね<え>足んない。俺も、りますか俺も掘ってくる。 あ私まだね1 1 2 3三、4スタック5スタック持ってるじゃあぶち込んでくださいかまどにソーラさんえ素砂をガラスソラさんガラスガラスそんな持ってんのあじゃあ大丈夫なの足りんじゃねしたらさっき4スタックぐらいソーラさんに投げましたもんそういうことねバステンさん印のガラスだったわけねそうそうよっ オッケーあ、やべやべやべやばやば、バカバカバカ今、囲んでおりますほいほいほい近くにいないとかまどって動かないのえ、そうなのあんの、たぶんそうなのあ、バー一つまだにした地下の拠点、全然動いてなかったかまどなんだろう、ね、そ,そんなことあんのそんなことあるのかなそんなことあるのかな チャンクの問題かなチャンクの問題かなちょっと皆さんお待ちください。あ溶岩まだありますよ、みさん。おい <laughs> <laughs> 盗んだ人がいる。燃料持ってきまーす。<laughs> なんか、しるっとね、エンチャントとかもしに来るからな。ーーね、大丈夫。<laughs> でも、ダイヤはちゃんとあるから。あ、なんか、いいよし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  <laughs>、うん。盗んだって言わなければね。<laughs> 色付きガラスでもあ色付きガラスいいけどね。結構いい時間らしいですよ。五十四分あと五分で決める。終わる終わる。決まる？多分決まると思うけど。決まりだ。ガラス手伝える人。決まんねえかなガラスはい。運転しよう。ちがうソーラさんが持ってるガラスみんなに分けゲと早いか。こいに行く。吐け吐くんだソーラー。 吐くよそれは取れんもう誰かあの人に言って取れんあっ、こっちゃったいいせ引き継ーいまだ吐くはいはいありがとうはい。以上ですでもいけそうじゃないいけるねよいしょいける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 いけ <何>どうしけの <laughs> ガラスがあると思ってぴょんぴょん跳ねてたらガラスまだ。<laughs> <laughs> ガラス10日が高くなって余計見づらくなりましたよね。<え>存在感ってみた、うん。<れ>見やすいんだけど、うん、存在感が。それはありますす非常に危ないで数は足りそうっすね、その調子の中は。数足りそうだねだ。トータルで200ぐらいは。よし。

すごいね、この畑の一マスの上に落ちるって。あ、外かの水路か。よいしょ。うんうん、畑の中の水路に落ちた。すごいね、一マスの水路に落ちるなんて。あ、これが早いや。あ、繋がったあ,あ、後ろやっといたわさん。お<ー>、できたんじゃない早い、もうできたやな。すげえ。まだないすげえ、赤紙クラフト作業早い。<laughs> クミさん、八堂も完成。八堂も完成したぞ、クミさん。イエーイ。八解放。まだ開いてじゃあそこの中のガラスはこ壊しちゃう？どこ開いてる？そらさん。あのゲートのところも上だ。<laughs> あれ扉にしないとダメじゃない？そうだね、扉にするか。優勝。よいしょうん。それやってから話すないと。そうだね、それやってから開放。八さん解放。一応意味ないけどガラスで。 松明マ差しとこう。なんか明るい方がいいもんね。うん。よし。オッケー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 。あれ？いい感じじゃん、クミさん。クミさんもみんなにあれだな、賃金発生したな。これ人件費発注かけたから。<laughs> 赤髪に人件費が発注されました。やばいね。ここが扉ね。よし。うん、そうだね。そこ扉ですね。 扉持ってないや二枚扉にしてここを壊すあとはどこんあえっ枚扉ここ扉に変えるんですよねうん扉にあの両開きのみたいな配置の扉。はい扉を持ってこないと扉一個持ったら一個だけ素材は片開きやったら いい感じ。<laughs> 素材が合うかよいしょ。のかも学校の,の上に、こ,の<っ>これ外側に植え替えてもいいいいよー。いい感じです。二 2>, 2つできた今日は、そことそこで。うん、すごいね。1>, すごいね1時間半で2個。<laughs> あの、 ネザーの時は一時間半で一つのことしか成し遂げられなかった我々が <laughs> <laughs> あ、こっちも扉扉足んない作るうん、こっちに一個オッケー,ートがあ,るあ、二つあるもう一個ある、あ、三つ扉、四つ、つ <laughs> あ、四つだ足りない、今三つ作った、足んないね、じゃあもうちょっと作る四つ開いてるとこがある扉、六枚作った ここですか。ここもおめちゃっていいのかここね、オッケー。水路もめました。よいしょ。ナイスほ。これが1枚。よいしょ、よいしょ。ガラスって看板貼れなかったでしょっけい,ょいや、張れるずれた、うん、と思いますよ。うん、張れた,張れた,張った方がいいんじゃないですかこれ、うん、ガラス面に。 あ、そうですかこの隙間は八でんのかない、ね、分かんないない水水路水路はず隠してあたぶんね、コメントにそう、反応しちゃってるだけで。なるほど。そうそうそう。よいしょ。大丈夫なやね。<お>あと、ここか。よいしょ。あれおし、来た。あと、どこ あれあれあれ,あ,れあとはどこだあとここに扉ね OK こういう感じねここかまひろちゃったソラさんで、こうでこうね編集 <laughs> 失敗してるだけですはいつけてくださっいいですよいやいいんじゃないですいいいい感じですね壊すかうん壊す壊すかああでもそっかこれクミ壊していいガラス内側 行ってあーああっオッケい入った入ったはいがっぽり農場はいがっぽり農場、うん、あできたできたできた <laughs> えっとあ白しもないわ壊すかここ壊しますおいこれでハチさんが飛ぶことによって農作物の収穫が早くなるそうですほうよいしょ何で壊すのが早いんだろうガラスは うーんどうだろうねでも手で叩いても入れてるよ何で壊すの多分ピッケル系なのかな,な何を壊してもいいやねでもね一緒、うん、か割らずに壊せるのるシルクタッチじゃないハツさん怒らすなよ今みんな死ぬからな確かにハチが死んじゃうからね<う>誰かやるやらない俺がやる できた人件費代わりに払ってくれ必要がおるよはははくみさんからみんなへの人件費 <laughs> すいません、ありがとうございますありがとうございます <laughs> いありがとうございます人件費が入りました8は 8? 8はこん中にいる8出す出そうか8出して、ちょっと増やしますオッケー怒らせるから一回離れたほうがいいか一回出てってくださいだから怒らせよ、うん 俺を人は怒らせんのだけはうまいからボコボコになったトモさんが出てくるやばいねおっよしどうだどうだ痛い刺されるここ刺されるんだ刺されたっていうことは死んじゃうやつだなガラス越しっていうか柵だからその隙間で刺されたかもああブロックの方がいいのかじゃああとでブロックにしときますかこれで怒るのがなくなったら お花をあげれば増えるおーちっちゃい鉢畑っぽい畑っぽくなったねこのビニールハウス、うん、ビニールハウス、うん、これでガッポリ農場か、はい、ガッポリ農場が完成しましたええや怒り取れてよお<ー>あ飛び回ってる飛び回ってるすごい飛ぶねいい感じすげえ。花花組ミ花 急いで急いで巣箱かえちゃうから急いで久美さん鼻入っちゃってる久美さんもういないよハチそこに一匹いてもあ死んだあ死んだ俺を刺したやつだああ残念あとちっちゃいのが落ち込んだ全然言うこと聞かんやん女王のちょっと服がハチっぽいんだよな 服が蜂っぽいのほんとだ蜂なの蜂かっていうか蜂蜜っぽくない蜂蜜光ってる具合が蜂く<組>み、うん、なぜそこで固まってこっちの蜂なの蜂くみ蜂くみさん来たこの農場の主です <laughs> すぐ刺すからな,なやったじゃあ二つできましたねじゃあここで皆さんお集まりいただいて並んで終わりたいと思います 終わる前にそうだ。スパチャをしてくれた方の名前を読み上げたいと思います。<laughs> はーい。そういう時間を設けます。では。はい、今からスパチャする方、はごめんなさい。読めないです。V さん、さとちんさん、こんみつさん、ももさん、犬猫さん、吉野さん、ぬっこさん。見るだけチャンネルさん。マリオさん、ゲーマーエネルさん、ライホワイトさん、星の友さん。ゆ雪見大福さん、福太郎さん、ひろき足触れさん、生。 麦生米生卵東京特フフフな何て読むんだろうわかんない小さいって書いて柔道の篠原さんの「篠」って書くのは小篠さんって読むのかなかつおのすけさんレミさん風間さん村上さんとぴまるさんロルさんとまっぴーさん神崎さんゆうさんみきさんおっとりさんあるあるい何て読むの域の地域の域の 土辺のないの <laughs> 領域の域の土辺のないのって何て言分かんないごめんなさい分からない分からない人<の>すみませんこえー、小太郎さんまやさんさなさんゆずれもんさん田口さんマリナさん柏木さん白飯さん桜井さんゆずゆうさんシカオさん雪花さん月夜さんデイダラボッチさんゆ宮下さんあやたかさんぬっこさんピーターさんくもすずめさんっていうものかな えトッペさん、テンテンさん、ポンドさん、レさん、ホリパーさん、セッツンさん、えキラさん、コンコンさん、ようさんでした。ありがとうございました。も <laughs> ありがとうございます。もすずめさんはソウラさんのリスナーさん？<あ>ひばりさん。うん。あひばりって読むの？んうん。<laughs> そうだリボンでそうだったかもしれんひばりって読んでたかもしれん、うん、では皆さんたくさん。 チャットありがとうございました。ここで一区切りにします。いまはい、お疲れ様でした、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。待ってね。これで俺が終わらすのをどこでボタンで終わらすかっていう話ですよ。まず。<laughs> あった